35度を超える暑い日々が続き、夕涼みに一杯と行きたくなる夏。そんな一杯を飲んでしまった人に気をつけてもらいたいと、大阪府岸和田市の自動車教習所である体験会が行われました。こちらのゴーグルをかけてみますと、なかなかですね、視界がぼやけて、まっすぐ歩くことが、難しいです。泥酔状態の視界を体験できるゴーグル。このゴーグルをかけて飲酒運転を疑似体験するというものです。実際に記者が体験。まずは車の運転から。今当たってました。今、はい、コーン当たりました、はい、スタートからわずか10秒、コーンに突っ込んでしまいました。左右のですね、幅が分からなくて、自分の車がいてどこにあるのか分からないような状態になりました。かなり運転するの難しいと感じました。続いては普段から乗り慣れている自転車。これもゴーグルをかけると、あ、全然無理や。そんな感じなんや。千鳥足ならぬ千鳥運転。まっすぐに進むことすらできません。今年の11月からですね、自転車による飲酒運転、これも罰則設けられておりますので、今後ともですね、飲酒運転ないようにお願いしたいと思います。